3号艇川井裕貴選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。改めましてここまでの船足振り返っていかがでしょうか。そうですね、まだ合い切ってはないんですけど全体的に足は良くないと思います。準優勝戦は2コースから差し切りました。そのあたりはご自身でどういうふうに見てますか。展開が良かったなと思ってます。船足としては特にどこを求めているというのは何かあるんでしょうか。なかなかちょっと伸びがつかないので、せめて出足だけでもと思って、調整はしています。はい。優勝戦の前もじゃあ出足を求めてのプロペラ調整になりそうですか。ちょっと明日の、優勝戦のメンバーの足を見てからちょっと決めたいと思うんですけど、そこまで伸びられないようだったら出足をつけたいと思います。そして優勝戦は3号艇という枠番になりますが、進入を含めてどんなイメージでいらっしゃいますか。基本的には枠なりで、はい。スタートはいかがでしょうか。よくわかってません。では最後に優勝戦に向けての意気込みをお願いします。はい、なかなか優勝できないですけど一生懸命頑張ります。応援お願いします。